では皆さん、そろそろ第2部の方に入りたいと思います。いよいよお待ちかねライブになりますが、今日、簡単にご紹介をさせていただきますと、デンデラキャラバンの今日お二方ゲストを来ていただいてまして、ベースの澤田さんです。今日はどうもありがとうございます。よろしくお願いします。と、今日ですね、面白い趣向というか貴重な体験だと思うんですけれども、先ほどもパネルディスカッションで素晴らしいお話を聞かせていただいた阿部先生がライブペインティングをやってくださるということで、はい、ぜひ楽しみにしていてください。で、デンデラキャラバンのメンバーで大友さん、ピアノとマジックと魔術師みたいな素晴らしい音楽をされる方、うさんくさいマジックという説もありますが、素晴らしいマジックを見せていただきます。子どもたちにも大人気の方です。はい、と、すいません、ちょっと私の後ろで隠れてもうちょっと前に出て、デンデラキャラバンの主要メンバー大高静さんです。歌を歌っています。日本語で遊ぼうとかでおなじみだとは思うんですけれども、ぜひライブの方をお楽しみいただければと思います。では大高さん、よろしくお願いします。ではいつもね、デンデラキャラバンは割とお子様向けにやってるんですけどもね、今日はデンデラ の衣装は大友さんが着てもらう、私はあそこに等身大のパネルがありますので、パネルの格好でデンデラキャラバンをやっていますけど、今日はお客様がお子さんじゃないのでアダルトな感じでアダルトバージョンでやりますので、じゃあ阿部さん、じゃあよろしくお願いします。澤田さんもよろしくお願いします。で、1曲目はこの間竹光徹ソングブックで小6クラブ、澤田さんの小6クラブの素敵なコンサートでゲストで歌わせてもらった歌で、私が大好きな明日は晴れかな曇りかなをお届けしたいと思います。
昨日の悲しみ、今日の涙、明日は晴れかな、曇りかな。ミュージシャンの仲間で皆さんもよくご存知の梅津和時さんが仙台出身なんですけども、彼が幼い自分に過ごした東北のふるさとの歌を書いたので、それに詞をつけさせてもらいました。これはダウンロードができる方式になっていて、プロジェクト福島というサイトに行くとダウンロードできます。300円からダウンロードできて、上限は別にありませんので、ぜひ。で、今日は東北という CD もあるんですけど、本当は商品にはなっていません。今日は特別に持ってきていますので、ダウンロードでは300円以上なんですけども、特別の商品は最低500円からです。で、上限はありません。その東北を聞いてください。風の歌ささやいて、名もない野花と遊ぶ、空を開けまっすぐに山々
今日は阿部寛さんに来ていただいて、せっかく北海道から来ていただいたので、私がEテレの日本語で遊ぼうで子どもたちのために書いたアイヌの歌があります。アイヌ のカムイユーカラっていう、なんていうの、昔話をこうやって語るやつで、チリユケイさんというね、アイヌ語と日本語のバイリンガルの少女が素敵な日本語の訳を残してくれました。銀のしずくピリカチカッポ、銀のしずくピリカチカッポっていうのは、フクロウ、アイヌのフクロウの神様が自分でこう歌っているというストーリーなんですけども、私たち人間に金や銀の大事な宝物を落としてくれるよというメッセージです。銀のしずくピリカチカッポです。
ピシカンピシカンピシカンカムイチカポピシカンピシカンピシカンピリカチカポピシカンピシカンピシカンカムイチカポピシカンピシカンピシカン。デンデラキャラバンのテーマソングを歌わないわけにはいかないので、やはりここでデンデラリーバを
歌いたいと思います。子供は一人もいませんけども、でも音楽が分かる人は多分子供に、なれるというか子供の価値はあると思いますので、一生懸命自然との通訳になるように努めますので、皆様も子供に負けないように、天真爛漫って言うんでしたっけあれ当たり天真爛漫の感じで一緒に歌って踊りましょうね。これは踊りもついてるんですよ、ちなみにね、分かんない場合は教えちゃいますから前に出て踊りたい人はもうさっさと出てきていいですからね。世界の人が見てますからね、やったもん勝ちですよ。来ますか。子供だったらすぐに出てきちゃうんですけどね。ではデンデラリューバ、途中でみんながノリが悪い時はストップしますからデンデラリューバです。はい、 NG サインが出ました。じゃあ練習しましょう。しょうがないな。まずグー、それから親指、はい、それから寿司のね、はい、寿司、はい、外国の見てる人寿司寿司 OK、 はい、最後はキツネ、キツネね、はい、キツネ、フォックス、はい、ハックスちょっとちょっとま、グー親指、はい、寿司、キツネ、
いいですか。でコンコンはこうね、しなやかに、そしてフリーズいいですかね。あの心から楽しんでやってくださいね。みんなバレるんですから、そうじゃないとね。いきますよ、せーの。デンデラリューバ出てくるバッテ、デンデラレンケン出てこんけん、コンコラレンケンコラレラレンケン、コンコン、もう一回。デンデラリューバ出てくるバッテ、デンデラレンケン出てこんけん、コンコラレンケンコラレラレンケン、コンコン。あー、知らないと思うけど、ここで龍が出てくるんだよ。時の経つのは早いもんなんですけどもね、早いですね、阿部寛さんの書きっぷり。もう脇目も振らずに書いてる。ああ、耳に入らないね。音楽なんかあってもなくてもいいっていう感じで書いてますからね。ね、あと2曲ぐらいで書き上がりますか。3曲どうしようか、あと3曲。じゃあ箸休めに何かやりますか。じゃあほおずきばあさんっていうのやりますね。あのほおずきばあ、あ、じゃあキーを決めましょうか。何がいい。じゃあ G。 ほおずきばあさん、じゃあたけぽんが歌います、ほおずきばあさん。はい、みんなで、ね、みんながほおずきばあさんで、私がほおずきばあさんなんですけども、皆さんはほおずきを買いに来る子供ですよ。これはわらべ歌です。この頃耳が遠いです。
っちゃ。恋愛ぐらいしましたよ。狼がいなくて寂しくなったよね。聞いてない。もうちょっと大きな声で言う。無邪気な声がしないくって。なんだか邪念がある感じ。やっぱり裏を感じるからダメ。世界中に届く声で歌ってくんないかな。もう芽が出たよ。どれでもいいから抜いとくれ。す、合わせてね、気持ちを。すね、そう、打ち合わせしないことが起こるのがね、音楽ですからね。予定とかをもう全然ないんですよ、私たちもね。いつも行き当たりばったりというね。でも行き当たりばったりというよりも即興という方がね、アダルトな感じですよね。即興ですよ、インプロビゼーションですよ。はい、じゃああと2曲で終わりますから。ではね、 あと2曲で終わるんですけども、次の曲は私たちが全ての生き物がそうであるようにね、お母さんのお腹の中にいた時にいろんな音が聞こえるんですけども、お母さんの声だったり、それから外の世界の物音だったり、それから隣の人の声だったり、お母さんが喋ってるお父さんの声、他の男の人かもしれないけど、いろんな声がこう聞こえたり、あとお母さんの歌、そういうものを10ヶ月ぐらいお腹の中で聞いてたと思うんですけどね。生まれてからもその声がすごく懐かしかったり、苦しかった時に助けてくれたり、もしかしたらまだ大丈夫、大丈夫、大丈夫とかって歩いていける、そんな声がある気がします。そしてね、命の旅が終わる時にももう一度その声が聞こえてくるような気がするんです。The voice is coming.夜明けの歌、なぜ
か心が騒ぐ。The voices calling to your garden もしかしたら歩いて行け
ありがとうございます。あと1曲あるんですよ。じゃあ、大友武さんがこの、作品についてちょっとコメントがありますので。はい、後ろにあるですねメッセージは、オーストラリアのメルボルンから送られてきました。7月ぐらいですね、メルボルンにはですねなんと、たくさんまあ日本人がいるんですけど、平和活動グループありまして、ジャパンフォーピース JF ジャパンフォーピース JFP、ホームページ検索すると出てきますけども、まあ、救助のこととか、今回震災があってすぐに、いろんな集まり、が ありまして、子どもたちがたくさんメッセージを寄せてくれました。これを、デンデラキャラバンで、預かってですね東北の方に、コンサートとともに持って帰って、東北の皆さんに読んでもらってます。ぜひ後でよく見てください。まあ、現地のメルボルンの子どもたち小学生がメインですけども、たくさん書いてくれてます。はい、黙々と書いてますね。はい、最後の曲今日本当にありがとうございました。今月12日から被災地にまた行ってきますので、この熱を届けたいと思います。最後の曲はしっとりとじゃなくて派手にやってくれという阿部さんのリクエストで片思いの歌を歌います。あんまりあなたが好きなので。
たでたでたでたベベでたるどんでバレンダベベバレレレベリケベテルラバナダダありがとうございました。もう一度盛大な拍手をお願いします。どうも阿部先生ありがとうございます。すいません汗びっしょりですけど、はい、ありがとうございます。でですね、こちらの完成した絵なんですけれども、最初オークションというふうに思ったんですけれども、せっかくなので先ほど今日もちょっとお帰りになってしまったんですけれども、石巻市でライブハウスをやられている遠藤さんの方にプレゼントさせていただいて、ホールの方に貼っていただければというふうに思っております。皆さん今日はありがとうございます。といってまだ終わっているわけじゃないんです。まだオークションがあるんですけれども、じゃあちょっとしばらくまた